ありがとうございます。あー着いたー、よいしょもうここから撮りまくりですからねありがとうございます。いや本当もうわざわざありがとうございました。気をつけて、はい、楽しんでください。はい、また半年後に戻ってきますんで。はい、気をつけて。はい、行ってきます。はい、ありがとうございます。おはようございます。ニュージーランド在住のセイです。今日は2019年の5月9日。時刻は午前6時ですね。今私はオークランド空港の国際線ターミナルに来ています。今日はこれからいよいよ日本に一時帰国となります。今回は今までで最長の約6ヶ月ですね。これまではいつも3週間が最大だったんですが、今回は大幅に長く長期で帰ることになりました。ということで今日は早速この旅動画を撮っていきたいと思います。では行ってみましょう。さっき私が住んでるフラットのオーナーさんに空港まで送ってきてもらって、こちらのドロップオフポイントで降ろしてもらったところですね。そしてこちらの正面の方が国際線ターミナルとなります。もうこの時間でも早速カフェが開いてますね。ではここから空港の中に入っていこうと思います。まだ早い時間なので人は少なめですね。東京行きの NZ99 8時50分発この便ですね。もうチェックインが始まっているので私も早速荷物を預けてしまいたいと思います。こちらが今回私が搭乗するニュージーランド航空の無人のキオスクですね。最近はもう全然有人のカウンターがなくて、こうやって無人の自動キオスクで全て済まされるようになっています。まず画面をタッチすると、もう一回これでプロセス開始ですね。こちらのニュージーランド航空では日本語のやつもあります。手荷物を預けるのが完了したので、あとは、保安検査と出国審査ですね。こちらが空港の2階の、出発口の周辺のロビーですね。正面に見えるのがインターナショナルデパーチャー、では出国ゲートですね。早速こちらで保安検査と出国審査を済ませたいと思います。
ここから先は撮影できないので、次のシーンはもう出国審査済みとなりますね。では行ってみましょう。今、保安検査と出国審査が終了して、今その次の免税店のエリアに到着しました。自動化ゲートでささっと出国審査も終わって、その後の保安検査もとてもスムーズなシステムになってました。あれ、なかなか画期的なシステムなんですね。動画に撮りたいところだったんですが、あそこは撮影禁止なのでちょっと映せないんですが、あれ、成田とか羽田とかああいったところでもぜひ導入してほしいような画期的なシステムでした。ではこのまま先の方に進んでコーヒーでも飲みながら軽く朝食をつまみたいと思います。今免税店エリアを抜けてラウンジに到着しました。今後ろに映っているのがそのラウンジスペースなんですが、こちらめちゃくちゃ綺麗になってます。以前去年ですね、私がこの空港を利用した時は工事中でスペースも狭いし、もうガガガガガって音がもううるさいし、あと仮のスペースが設置されているだけだったんですが、今はもうご覧の通りこう綺麗なお店がいっぱい並んでいます。これは快適ですね。こちらでゆっくり過ごしたいと思います。お店の方もバラエティ豊かに揃ってますね。ちょっとしたフードコートのような感じです。上の階にもバー&キッチンがありますね。名前はグランプグラウンズ。このお店の内装、アメリカっぽいというべきなんでしょうか。アメリカの西海岸なんかにありそうな雰囲気ですね。本当にバラエティ豊かな、しかもデザインの凝ったお店がたくさん並んでて、これは楽しいですね。奥に見えるあのガラス張りのエリアはプレミアムラウンジというスペースのようですね。ビジネスクラスとかのお客さんが使うところだと思います。ちなみにニュージーランド航空だけ専用のラウンジが別に設けられています。以前フリーアップグレードを利用してビジネスクラスのシートに座ったことがあるんですね。その時こちらのラウンジも使用したことがあって、あれは本当に快適そのものでしたね。まずビールとかワイン、それからウイスキーといったお酒が飲み放題で、そして軽食類もいくらでも用意されてるんですね。チーズがいろんな種類選べるし、普通にフルーツの盛り合わせとかそういった他にもご飯もいろいろ用意されていて、お腹いっぱいになるまで食べれちゃって、その後機内食が入るか心配になったぐらいでした。あとはシャワールームもありましたね。あれが本当に快適でした。あの快適性が未だに忘れられないですね。またいつか自力で乗れるように頑張りたいと思います。こちら面白い名前のお店があります。ベストアグリーベーグル、直訳すれば最高に不細工なベーグルという名前ですね。なかなか面白いですね。今日はこちらで朝食をとってみたいと思います。はい、ベーグルが届きました。こちらですね、こう上下で挟むタイプのベーグルかと思ったら、オープンサンドイッチのようにこう上に乗せてるタイプのものですね。これちょっと食べにくそうですが、おしゃれではありますよね。美味しそうなので早速いただきたいと思います。こちらのベーグル、パセリがふんだんに使われているんですが、素揚げされてるんですかね。
パリパリとした食感がして、そして独特の苦みがなくて食べやすかったです。そしてソースの方はガーリックアイオリというソースがかかってて、結構塩味の効いたソースなんですが、このベーグルとよく合いましたね。そして一緒に入っているガーリックのあのツンとした香りがいいアクセントになっていて、本当に美味しいベーグルでした。こういった空港のフードコートなどでの食事というのはあまり期待していなかったんですが、それだけにこの美味しさにはちょっと驚きました。また食べたいですね。では今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。次回の動画ではスカイカウチというエコノミークラスなのにフルフラットになって寝て帰れる、そんなシートを紹介しますので、よかったら興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。あと新着動画を見逃したくないなという方はベルのマークをタップしてもらえるとすぐに通知が行くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。